2018明治安田 J1 リーグ第1節、ジュビロ磐田対川崎フロンターレの一戦です。ジュビロ磐田のスターティングフォーメーションです。今シーズンもこの試合 3-4-2-1 で挑んでいきます。ボランチはムサエフと山田博樹ということになりました。そして前線にはこの3枚非常に強力、日本代表の川又、そして中村俊輔、やはり去年のベースを土台にしながらということでしょうね。まずはそうだと思いますね。一方阿部、王者の川崎フロンターレスターティングフォーメーションです。ゴールキーパーはチョン・ソンリョン、今日はエドワルドがセンターバックに入りました。奈良はベンチスターソン、そしてボランチにはエドワルドネット、大島亮太、そしてトップ下には中村健吾、そして非常に好調という知念圭が今シーズン公式戦初先発ということになりました。 4-2-3-1 です。いや、どんな攻撃見せますかね。中村俊輔の手が上がりました。ボールが入ってくる、ヘディング、ポスト押し込めるか、どうだ、うわ、クロスバーの上だ。磐田先制のチャンスを逃しました。中央ヘディングで合わせました。ただポストに切られました。ボールは川崎の右サイド残しましたが、このボールを磐田がクリア、そして川又がヘディングでつなぐ。アダヨトンのスピード、さあビッグチャンスになる、チョンソンリョンは出られない。アダヨトンが仕掛ける、どうする、アダヨトン狙った、チョンソンリョンよく止めた。いやー、今のあたりの駆け引きいかがでしたか。最初の段階でチョンソンリョンは出ようとしたんですけども、まあ、やめて判断変えましたよね、はい、でもその後のアダヨトンのボールを見てもう一回飛び出しましたね。非常に面白かったですね今のは。この辺は小林はさすがなんですよ。やっぱりラインを見て、はい、背後だっていう判断がすぐできるんですよね。これもだ、ヘディング、うわ、決めた中村健吾、先制は川崎フロンターレ。今シーズン公式戦4試合目にしてようやく先制点。いや、素晴らしい動き出しからのゴールでしたね。もうこのパフォーマンスするとね、言ってましたから、はい、今シーズンようやくこの BKB のパフォーマンスを見ることができました。まあ、これも背後ですよね、斜めに入ってくる、まあ、素晴らしい動きですね。川又が跳ね返しますが、もう一度中村健吾の足元です。ボールが入ってくる、ヘディング、決まった、2点目、谷口のフロッターレ、谷口。去年は34試合で7ゴール、得点はキャリアハイということではありましたが、この開幕戦でもゴールを決めました、センターバックの谷口彰吾。前半のうちに2点を奪いました川崎フロンターレです。キッカーには先ほどアシスト中村健吾、ヘディング、決めた、3点目、王者川崎フロンターレ、エドワルドがゴールを決めました。少し下がりながらのヘディングでしたね。そうですね、まあボールがいいですよね。まずね、追いつきます。どうする、マイナスのボール、ムサイフワンタッチで落とす、田口の左足、いやー、ゴールマスに向かってましたね。いいシュートでした。一つ持ち味を見せました、ミドルシュートもあります田口大志。いや、これなかなか技術必要だと思いますけどね、はい、非常に抑えた、まあ、ハーフボレーですけど難しいですね。そして左サイドバックギレルメが上がっていきます。ここはチャンスになる、シュートを狙った、最後はタッチがありました、コーナーキック。中村俊輔は田口が判定を見せる、いいターンを見せる、そして中に入っていく、パスを送る、右足シュート、どうだ、ゴール左か。セカンドボールを拾う、シュートまで行く、ゴール左だ。小林優が狙っていきました。今のは森田からのパスだったんですけども、やっぱり判断いいですよね、よく見えてる、
5年連続の開幕戦ゴールとはなるでしょうか。そしてボールを奪った小林優からスルーパス、うわすごい狙った、いや大久保すごいトラップしましたねそしてここで試合終了のホイッスルが鳴りました。王者川崎フロンターレが中村健吾の1ゴール2アシスト、さらにはセンターバック谷口エドゥワルドのゴールで3対0と昨シーズン6位のジュビロ磐田を下しました。